それではここからはこの新型レボーグの開発責任者を務められた五島プロジェクトジェネラルマネージャーにお話を伺ってみたいと思います。五島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは開発のコンセプトについてお伺いしたいと思うんですが、はい、この先代レボーグから踏襲した部分、そして新しい付加価値ですね、これは一体どんなところにあるのか教えていただけますか。そうですね、コンセプトとしましては、ツーリングダイナミズムというコンセプトにしています。あらゆるシーンで、心から気持ちよいと思える新しいツーリングパフォーマンスということで、グランドツーリング、スバルに脈々と流れるこのグランドツーリング、これはしっかりと継承した上で、それを価値を超える先代モデルも超える超革新ということで、今回新しいレボーグを開発いたしました。ワゴン価値についてお伺いしていきたいと思うんですが、はい、このツーリングダイナミズムというコンセプトのもと、はい、新型レボーグでは提案するこのワゴンの価値とは一体どんな価値なんですか。ワゴンという車、まず開発するときにやはり、今世の中にある SUV と違う価値として、やはりこの重心が低く低重心で、そこからなされる、安定した走りというのがワゴン価値だというふうに思っています。それに加えまして、やはり藤島さんもいろいろ今日見ていただいて、気に入っていただきたいインテリアですね、はい、インテリア、特にシートに座った時に、スバルですからこの視界はいいんですけども、包まれ感のあるもうコックピット、もう本当にドライバーズカーのようなコックピットと、それからシートに座って、そのシートがソフトながらも本当に軸を支えて、ドライバーを支える、まずそこのところがワゴンとしての価値かなというふうに思っています。この車と一体になれる感じ、なんかすごく心地いいなと思いました。しかも前の座席も後ろの座席も疲れにくい姿勢が維持できる感覚で、これは長距離乗っても疲れにくそうですよね。もちろんドライバーズカーとして、ドライブするドライバーが気持ちいいというのは大事ですけども、やはりこのツーリングカーとしては長距離を、しかも家族皆さんで移動するという、家族皆さんに心地いい車でなければならないので、そのあたりは前席も後席も手を抜かず開発してきました。では次に走行性能についてお伺いしたいと思うんですが、はい、スポーツプラスとコンフォートでは全く別の車のようでした。特にコンフォートでは走りの特性だけではなくて、エアコンまで制御して室内の乾燥を防いでいたりして、乗り心地だけではない快適性を重視していると。この発想は一体どんなところから来たんでしょうか。家庭で言えば、ご主人の車だけではなくて奥様も運転する機会があるだろうということを考えますと、どのような車の指向性、価値をお持ちのお客様でもお満足いただけるような車にしたいというふうに考えましたが、やはりこの車1台形が変わるわけではないので、そこで何を考えたかと言いますと、やはりいろいろなシステムですね、デバイスをこう、もうキャラクターを変える、私はキャラ変と呼んでるんですけども、キャラクターを変えることによって、それぞれを高いレベルに高めれば、本当にコンフォートがお好みのお客様にも、スポーツがお好みのお客様にも、両方に受け入れていただける車になるんじゃないかなというふうに考えました。先進安全技術ですね、はい、これ本当に驚かされるポイントがたくさんあったんですけれども、何より安心してドライブできるっていうのがすごく良かったんですよね。先進安全の分野では非常にこう技術を発展させようと今まで努力をしてまいりました。で、今までもこれからも、事故のない未来を作っていこうというところのスバルの姿勢は変わってないというふうに思ってます。やはりスバルの強みは、やはりその制御の認識のソフトウェアといった部分をですね、やはり今でもやっぱり自社開発、たくさんのエンジニアが日々走り込んで努力して作り上げているというところがございますので、やはりそれは もちろん日本市場から順次走り込んで作り上げているところもございますので、本当に日本向けに作ったこのレボーグ、日本市場では本当に安心して使っていただける車に仕上がっているというふうに考えています。そのあたりはやはり何十年も前からステレオカメラの研究を続けてきたことも役に立っているということでしょうか。そうですね、昔から使っていた基盤技術の上にどんどん新しい機能を積み重ねてソフトウェアを作っているものですから、やはりそのベースがあるとないとでは大きな差があるかなというふうに思ってます。そうやって今までのノウハウを積み重ねながら、自分たちが用いる技術を投入したのがまさに今回の新型レボーグというわけなんですね。本当にお客様に安心して使っていただけるような性能になっているというふうに思いますので、ぜひご体感いただければと思います。